これより後半戦に入ります。第3クォータープレーナンバー3-1、総督高校キックオフ。キッカー23番、東島城北リターン18番、城北陣25ヤード付近でボールデッド。ここから広島城北の攻撃と変わります。プレーナンバー3-2、城北高校自陣26ヤードからファーストダウン10。ここでボールをファンブル。幸い自ら抑えておりますが約5ヤードのロス。リカバーは46番、プレーナンバー3-3、城北自陣20ヤードからセカンドダウン16。中央へのランプレー、キャリア46番、しかしこれもカバーされており、約5ヤードのロス。プレーナンバー3-4、城北高校自陣15ヤードからサーダウン21。訂正いたします、サーダウン24に訂正します。ボールオン自陣11ヤード。パス不成功。クォーターバック15番、ファイドレシーバー29番へのパスでしたが、パス不成功です。プレーナンバー3-5、広島城北フォースダウン24、パントフォーメーション。パンター15番、ここでパントフェイクのキープ、大きくゲインしましたがファーストダウン行使には至っておりません。攻守交代となります。ターンオーバープレーナンバー3-6、総督高校ファーストダウン10、ボールオン相手陣30ヤード。失礼しました、ファーストダウン獲得しております。失礼しました、城北高校ファーストダウン。ランニング枠39番中央突破、約2ヤードのゲイン。プレーナンバー37、総督高校相手陣27ヤードからセカンドダウン7。総督高校ファースト
ストラック25番中央突破しファーストランです。プレーナンバー38総督高校ファーストダウン10ボールオン相手陣15ヤード中央へのランプレーキャリア39番セカンドへフォートで約6ヤードゲイン615プレーナンバー3-9総督高校相手陣9ヤードからセカンドダウン4タッチダウン。クォーターバック30番ワイドレシーバー23番にパス23番これをキャッチアンドランしエンドゾーン駆け込みタッチダウン。山城 B5 まで B5 まで総督高校6点獲得。プレーナンバー3-10総督高校トライ4ポイントキックによる1点を狙います。キッカー23番キック成功1点追加総督高校13点広島城北0点プレーナンバー3-11総督高校キックオフキッカー23番城北高校リターンヤード付近でボールデッド。ここからの広島城北の攻撃となります。プレーナンバー3-12広島城北ファーストダウン10ボールオン自陣31ヤードランニバック46番トスを受けての右オープンへのランプレーしかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則です。ホールディング。相手選手を捕まえておりました。オフェンスは相手選手を捕まえてはいけません。しかし、この反則を総督は取りません。ダウンを進め、セカンドダウンにいたします。アメリカンフットボールはプレー中の反則であった場合、相手チームが反則を取るか取らないかを選択できます。プレーナンバー3-13城北高校セカンドダウン12城北高校ファースト
ここでイエローフラッグ反則が発生しております。クォーターバック15番自ら中央突破、セカンドエフォートで相手を弾き飛ばし大きく前進ファーストダウンしております。ここでの反則の判定を待ちます。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、相手のフェイスガードを掴んでしまった反則です。この反則は重大な反則として判定されます。反則は発生地点から15ヤードのバッターを受け、オフェンス15ヤード前進しファーストダウンです。プレーナンバー3の14広島城北、相手陣40ヤードからファーストダウン点。クォーターバック15番再びキープ、しかしこれは総督がアジャストしノーゲイン、セカンドに変わります。ここでレフリータイムアウト、ウォーターブレイクです。プレーナンバー3の15広島城北、相手陣40ヤードからセカンドダウン点。不成功、オフェンススナップミスがありました。これをクォーターバック15番なんとかリカバーし、そこでパスを投げ捨てプレーを終わらせました。プレーナンバー3の16城北、相手陣40ヤードからサードダウン10。
ス不成功。クォーターバック15番、ここでロングパス、しかしこのパスはキャッチミス。ターゲット12番、フォースダウンに変わります。プレーナンバー3の17、ジョークフォースダウン10、パントフォーメーション、パント。このパントはエンドゾーンまで入り、タッチバック。タッチバックとなりましたので、総統高校自陣20ヤードからの攻撃と変わります。プレーナンバー3の18、総督自陣20ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア39番。しかしこれは上北高校アジャストシーノーゲイン、セカンダーに変わります。プレーナンバー3の19、総督高校自陣20ヤードからセカンドダウン10。ここでホイッス、ここで負傷者のためのタイムアウトです。広島上北ディフェンス9人で行います。アメリカンフットボールはオフェンスは最低8名、ディフェンスキックは最低1名いればプレーは成立します。プレーナンバー3の19、総督自陣20ヤードからセカンドダウン10。30番、ワイドレシーバー4番にパス、しかしここでイエローフラッグ、反則発生しております。この反則の判定を待ちます。
パスインターフェア、これオフェンスのパスインターフェアです。相手ディフェンスを弾き飛ばしてパスコースに出ました。パスが浮いている間は双方ともに接触してはいけません。オフェンスの場合、残り距離の半分距離のバッタイとなり、ファーストダウンをやり直しです。失礼、セカンドダウンをやり直しです。プレーナンバー3の20、総統高校、自陣10ヤードからセカンダウン20。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤードバッタイします。プレーナンバー3の21、総督、セカンダウン25。クォーターバック30番、自らキープ。右オープン展開し、約10ヤードゲイン。プレーナンバー3の22、総督、自陣21ヤードからサーダウン8。失礼、サーダウン9に訂正します。クォーターバック30番、再びキープ。右オープン突破を図りましたが、これは城北がディフェンスアジャストし、フォースダウンに変わります。プレーナンバー3の23、総督、自陣25ヤードからフォースダウン5。パンター4番。このパントは広島城北陣40ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。
総督後半1回目のタイムアウトを取りました。総督後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 3-24 広島城北自陣38ヤードからファーストダウン点。総督高校83番が発行の位置に入ります。クォーターバック15番自らキープ、右オープンを突き約3ヤードのゲイン。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、総督高校13点、広島城北高校0点、攻守方向入れ替え第4クォーターに移ります。第4クォーターはこれまでの得点の奪い合いに加え時間を奪い合う戦いが始まります。